クラブ史上初の B リーグ制覇を達成した広島ドラゴンフライズのラッピング車両に優勝セレモニーの写真とステッカーが追加されました。外側だけではありません。中に乗るともっと気分が高まります。入り口部分には優勝ジャケ、そして下克上ジャケ、優勝モード一色です。電車内の装飾もこれまで以上にドラフラーがジャック。見て乗って優勝の軌跡を振り返ることができます。ドラゴンフライズの優勝のですね、感動を思い出していただきたいなっていうところがありますし、来シーズンはですね、アリーナに足を運んでいただきたいなと思ってですね、今回デザインをいたしました。広島ドラゴンフライズの下克上優勝を祝うラッピング電車は今年9月頃まで広電宮島線で運行されます。